ではこの問題を解いていきましょう。 Please have at this document。 まず Please に注目してみてください。 Please の後ろに have が来てますから、この have はそう動詞になります。 have 自動詞他動詞どちらでしょうか。他動詞ですよね。他動詞ということはここには、何が来ますか。そう目的語が来ますよね。目的語というのは何詞でしょうかね。そう名詞ですよね。ではここには名詞が入ることが分かります。では選択肢を見ていきます。まず3番 look to、have look to というのは聞いたことあると思いますけども、こちらは現在完了で使われる形で名詞ではないので今回は×になります。で2番と4番 looking という単語があります。looking という名詞は存在しませんので2番と4番も×になります。なので今回正解は1番、a close look が正解になります。でこの文を読むときにですね気をつけるべき点があります。まずここですね have a になりますけども、ここは have a になります。でまた、look at とこですけども、ここも look at という風になります。で実はもう一つありまして at this のところが at this になります。ではこのこを意識して、読んでいきましょう。後ろから読んでいきます。 at this document have a close look at this document please have a close look at this document。はい、このように、フレーズごとに後ろから、読んでいくことで頭に残りやすくなりますので、ぜひ自分でも実践してみてください。で続きまして、この have なんですけども、なんか他の単語で言い換えられるの聞いたことありませんか。そう take なんですよ。で、この take なんですけどもイコールで、take a close look at にもなります。でもちろん今言ったように takeっていう風になりますので、ここも気をつけてください。なぜこのような違いがあるかと言いますと、実はアメリカ英語とイギリス英語になります。take はアメリカ英語で主流で使われております。一方イギリス英語では have が、主流で使われています。しかし、歴史を遡ってみると1600年代1700年代ではアメリカ英語イギリス英語ともに take が主流になります。で、後にイギリス英語が時代が経つにつれて have を使うようになったというふうになります。またこのような例というのは他にもありまして、demand、suggest、that、sv の v が原型、種類が省略されて原型になるというのがアメリカ英語と習いますけども、実はこれはイギリス英語に後に s 種類が足されていったという風になります。このようにどんどん、変わっていっております。学校で、習ったことをやみくもにね覚えるだけではなくて、このように歴史などを調べてみるとより自分の英語学習が楽しいものになっていきます。また他の人に話したいなって思うとまた自分の英語のへの学びも深まりますので、ぜひこのようなことを実践してみてください。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.